はい、いてもたってもいられなくて。そうですね。あの、プロデューサー、もうちょっとだけ静かに、周りの子たちが見てますよ。いえ、プロデューサーに心配かけるようなことは、何も。あの、プロデューサー、オーディションまでまだちょっとだけ時間ありますよね。イメトレじゃなくて、振り付けの練習してていいですか？廊下に出ればできなくはないですよ。どうしても振り付けに納得がいかなくて。実は昨日、たまたま響がテレビ番組に出ているのを見たんです。それは別にいいんですけど、その番組に出てた響の振り付けがすごくて、響の振り付けはだいぶ前に高木社長が録画していたのを一度見ただけじゃないですか。あの時もうまかったけど、昨日久しぶりに見たらさらにすごくなってました。そうですか？僕は自分の振り付けが全然ダメに思えて、このままじゃ、響には絶対勝てない気が。だから少しでも練習しないと。はい！ナムコプロ、おはよう。まあね、ライバル宣言されたら自分も本気にならないとね。ところで、なんで誠はこんなところで練習してるんだ？熱心だな。でも、あんなに練習したらオーディション前にバテちゃうぞ。それに、今ここで慌てて練習したっていきなり上手くなるわけじゃないし。でもやっぱちゃんとした設備があるレッスンスタジオで集中してやった方がいいと思う。まあね、本戦に来る前に負けてもらっちゃ困るし。応援してるぞ。素直にうなずいちゃった。敵なのに。そういうわけにはいかないんだ。自分はナムコプロの仲間じゃないもんね。そういうわけで、君は今後自分に話しかけるの禁止。それでいいよね？そろそろオーディション始まっちゃうぞ。プロデューサー呼びました？もうそんなに経っちゃってました？練習に没頭してて気づかなかった。はい、